ちょっと判明して嬉しいやり方というか、くくり方がやっと分かって。 練習してないんだよ。まあ、久しぶりにメイクした。マジで。あ、復元の方はですね、概論が提出し終わって順調ですね。あさってとかに発表があって、それを乗り越えて論文を提出したら無事終わります。概論はね、なんとね、1日くらいで終わらせたんですよ。でへっ。そう、概論をね、1日ぐらいでやってやりました。そして発表用のね、ポスターをね、なんと30分くらいで作っちゃいました。なんて先生に言われることや。 もうなんかさ、分かんなすぎて、作り方というかさ、何が正解なのか分かんないんだよね、すごく。そう、ちょっと待って、なんかさ、そう、なんかコロナの影響でポスター発表になったんですよ。なんか本当は普通にパワポ作って、その普通に発表プレゼンみたいな感じなんだけど、普段はね、コロナっちの影響でそのなんかポスター発表になったんですよ。私、知ってる人の前でプレゼンするのめっちゃ苦手なので、もう本当に緊張するんですよ、めっちゃ。そう、本当に緊張するの、知ってる。クラスメイトとかの前でなんかプレゼンするの本当に苦手で、もうなんか今までに見たことない自分ってぐらい、もうステージのご先輩めっちゃ緊張して、心臓がバックバク、もうバックバクのバックなんですよ。もう自分で心臓の鼓動音が聞こえるくらい、なんか人生において一番何が緊張するかって言ったら、教室の発表とか、教室でなんかパワポ作ってプレゼンとか、一番緊張する。私は人生でね、一番緊張する。そう、それにアイドルになってからはなんかそういう感じで見られてるから、なんか余計嫌になったね。そう、余計に嫌になった。そのプレゼンとかが学校のすごく嫌いになりました。ちょっとなんか普段より目元とかが暗いメイクしちゃって、ちょっと怖い感じのメイクになっちゃってる。まあ、いっか、気にしない。そう、ポスター発表はなんかポスター提示して、生徒がずらーって並んで、その先生方が聞きに来て、聞きに来たら、なんか聞きに来たら、なんて言ったらいい？話すよみたいな、そういう形式にコロナッチでなりました。そう、なんか急にポスター発表で先生が聞きに来たら、急に「私日本語わかり話せません、私はちょっと今日本にやってきてる人で全然日本語喋れない」って言おうと思ってます。 私研究これ日本語全然、日本語で説明できない。これ日本語で説明できないから、ちょっと他の生徒のやつ聞いてほしいって言います。ちょっと私本当にこの研究日本語で喋れない、わからない、本当にわからない、だからあっち行ってほしい。 これでね、乗り切りたいと思います、卒業発表は。
そう、卒業発表は本当にそれで乗り切る。本当にちょっとこれは本当に無理？無理？ちょっと本当にこれ無理だから、説明できないから、説明できないから本当に私の研究日本語じゃ到底説明できない、あなたは理解できない、私の日本語でこの研究あなた理解できない、完璧じゃないもん、もはやもはや完璧。留学生いる、後ろの席にいるよ。母国語？どうなんで？何べんも何歳だもんね。何歳だもんね。本当本当俺は何歳だもん。本当本当どれもなんて言うのかい？本当本当何べんもあんまり何べんそれに。理解できない？あ、じゃあちょ、私の研究は全然本当に理解できない、あなた。ごめんなさい、あっち行ってください。もうね、完璧、ね、これは練習しとこう。そんな感じで。そんな感じでね、卒業発表はねどうにかしていこうと思ってます。あ、10分になりましたか。え、緊張する。え、緊張するんだけど、ちょっとどんな感じでいこうかな。私ほんとこんな感じでいいのかな。もう練習してきたらよかった。ちょっと全然練習してこ、ちょっと準備があるんで、ちょっといいですか。え、まあ、どんな感じで出るの。私見とけばよかった、他の人のやつ。え、どうしよう、全然、え、待って、本当にこんなんでいいのかな。ゆきちゃん来ている？いないか。ゆきちゃん見てると、ゆきちゃんのんの見てる、はつかも見てるかな、れいちゃんも見てるかな、見てるかな、元気だよん。よし、じゃあまず行くね。この度は私の、ショールームに来てください、ありがとうございます。はい、アルンさんも見てるということで本当にありがとうございます。はい、今日は私は皆さんに報告があってこのショールームをしてます。待って待って待って。はい、それでは発表したいと思います。私ニッセン愛理は AKB48 チームメイト卒業しまーす。え、こんなんでいいのかな、こんなんでいいのかな。ちょっとみんなで小さく笑うっていう MV3 も聞いてください。もう一回やろう、卒業します。
はい。ということで、はい。はい。ということでね、はい。そういう、ね、ちょっとね、私らしく明るくしようと頑張りました。こっからはちょっとふざけちゃったので真面目に話していきたいと思います。はい、じゃあまず、まあ、あのタミちゃんもスグラップしたの、マジ泣いた。ということで、ちゃんちゃんって言ってくれ、はい、わかりました。ふざけているわけではないですね。まあただ卒業発表までさ、うん、もいつも通りやれたらいいなと思ってやりました。ですね、卒業を決めたきっかけというのは、まあいろいろあるんですけど、あ、腰はね、正直言ったら全く関係ないですね。そう、なんか、だから本当に自分の気持ち的に腰のことは関係なかったので、すごい、まあ、お腰ですって言ったらすごく納得いけるような理由だったかもしれないんですけども、お腰はちょっと関係なくてですね、そうですね、まあ結構前から考えてたことなんですけど、まあ、私ももうすぐ22歳になりまして、いや要因の一つにもないですね、腰は。それでなんか、まあ、もうすぐ22歳になるんですけど、あの、まあ、大学卒業の年じゃないですか。大学4年生ってなんか、私はまだやっぱ学生だったし、あの学生だからっていう言い訳もね、なんかすごい使えてたんですけど今までは。でももうすぐ学生、周りの人も誰一人同い年の人は学生じゃなくてっていう年になってくるときに、やっぱ私は自立を全くできてないし、なんだろうな、まあいい大人じゃないですか、22歳って。そう、だからその22歳になることで、今までのように学生だからとか言い訳が自分の中でできてたんですけど、もうそうではないので、きちんと自立しなければいけないなということをすごく思いました。でパパにも、そう、この卒業でね、なんかパパもうごめんねって言ってくれたんですけど、全然そんなことじゃなくて、全然パパのせいとかじゃなくて、なんか私が今2年5、6、7、8、9、10、11、12、1、9ヶ月チームメイトとして活動してきたのに、何も結果に残せてないなっていうのをすごく実感しました。私は本当にチームメイトで何も結果を残せなかったし、なんかこのまま甘え AKB というね、なんて言ったら AKB はすごく、なんて言うんだろう、夢のような場所で、ブログにも、この後出るブログにもすごい私の気持ちをね、時間をかけて書いたので、すごく言いたいことが簡潔にまとまってるんですけど、ブログの分は。そう、なんかこのずっと痛い気持ちはめっちゃあるんですよ、 AKB に。AKB たくさんずっと続けたいかったし、 AKB が嫌だとかじゃなくて、全然すごく
すごく幸せで、なんて言うんだろう、本当にすごく幸せすぎて幸せすぎて、でも甘えちゃダメだなってすごく思ったし、なんか結果を残せてない私がああいう素敵な場所にずっといていいと思わないです、今はすごく、うん、貢献できる、これから先私が いることでなんかチームメイトとか AKB のためになるかって言われたらきっと違うし、うん、いろいろねそういうことがつ、うん、積み重なってあの積み重なりまして、そういう結果になりました。まあね、次の高知県代表ね、もっと若くて可愛くて希望のねある子が高知県を盛り上げてくれたら嬉しいなって心から思います。うん、そう、そう、なんか、なん、何をもうなんかないって思うんだけどないちゃダメだかないって決めてたのに泣かないって決めてたのにのいっぱいいっぱいいっぱい言いたいこといっぱいあるんだけど、でも小学校3年生の時からダンスとか歌とかお芝居を始めて、毎日小学校の時はダンスして練習たくさんしてオーディションもたくさん受けたんですけど、何にも分かんなくて、本当に若かったのに何にも分かんなくて、本当に何も受からなくて、本当に事務所とかも受からなくて、もう私無理なんだと思って中学校入ってからもう一回諦めてたくさん勉強して、でも高校生になって自分でバイトができるようになってバイトしてたくさんオーディション受けてそれでも高校生の間も何も分からなくて約10年くらい何者にもならなかった私を、まさかのあの AKB さんが拾ってくださって本当に感謝してます、本当に高校の時は自分のことが嫌すぎて何回もね消えてしまいたいと思ってたんですけど、生きててよかったとは合格できた時に本当に思いました。
本当に。それでね、こんなにたくさんの方が応援してくれて本当に。でもやっぱり AKB をやってても自分じゃダメだなって毎日思った実力のなさも感じたし、ビジュアルとかも何も叶わなくて、皆さんに皆さんに叶わなくて、頑張ってもどうしようもないことがある世界があることを知りましただからこれからは、いやでもこれからもなんかもうなんか本当に恩着せがましいんですけどあのね、こういうね結果になってしまったのは全部自分の責任なので、そうこれからはその芸能の活動を続けたいなと思ってます。そうですね、学校も卒業できそうなので、もう自分が気が済むまで芸能の活動をした後はきちんと電気会社とかで働こうと思ってますけどまだまだ私はやっぱり芸能の仕事を続けたいので、あの芸能の仕事をね続けさせていただきたいなと思ってます。なんかアイドルもやっぱ大好きなのでアイドル活動もね、あの運が巡り合わせて、もし機会があればやりたいなって思ってます。今後のことはね全然まだなんですけど、 SNS もね次の活動が決まったらまた再開します。うん、そうだからね SNS はね外さず、あ、最終活動日は2月末ですね。卒業公演も2月、もし、まあ、コロナっちの影響で何だっけ、あるかはまだ分かんなくて、あるか分かんないんですけどに、もしやらせていただけるのなら2月末です。卒業公演もできるかわからないらしいし、あの人を入れたり、あのね仲良しのメンバーは多分呼べなくてどうなっちゃうかわかんないんですけど、そういう感じになります。やり残したことですか？みんなに好かれる理想だって、全然だよ全然全然
そう、多分ね、今応援してくれてる方たちはね、まあアイドルの私が好きだと思うんですけど、これからもね芸能活動を続けていくので、よかったらね、まあまあみんながねアイドルの、アイドルが好きなことはね知ってるんですけど、みんなねアイドルの私がね好きだと思うんですけど、これからもねよかったら舞台とか出たりしたら見に来てほしいって思います。うん、アイドルもしたいな、誰かをね誘ってください。そう、もう、あ、やり残したことある、ある、ももちゃんとステージに立ちたかったです。そう、うん、こんな感じかな。あとなんかあるかな。あ、あとね、この自粛期間中ね、たくさん配信を始めてから、あのね、会えなかった、なんていうんだろう、このコロナっちになってから、コロナっちになってから、まあ、私はね毎日配信を始めたんですけど、それであのファンになってくれた方もね結構いらっしゃって、まあまあ、コロナっちになってからだったので、その会えないまま私が卒業してしまうっていう方もね結構ね、ぽわーって頭に思い浮かぶんですよ、皆さんのことが。ひぃー、待って、それがめっちゃ悲しいんですよ。それが本当に悲しい。ごめんなさい。ね、もうそれだけが本当に心の声でずっと言いたくなくて。そう。本当にね、ファンの方のことだけがずっと心残りで、こんなやつを応援してくれた神様みたいな人たちなのに、その人たちを悲しませることをしてるっていうのがすごく申し訳なくて、ごめんなさい。本当にね、それだけが嫌だった、ずっと。それだけがずっと嫌だったの。本当にごめんなさい。本当にそれだけが嫌だった。you
ん悲しまないでください、私なんかの卒業で。めっちゃ泣くじゃん私。みんな絶対あれよ、ごめん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 、ゆるうちてん、私みんなとずっと友達だと思ってるから、ほんとに みんなのことずっと友達だと思ってる、だからだから悲しまないで、これからも友達ですよ、ほんとにマブだからみんなと。マブだからね。マブだからマジで。みんなとお別れはしないから私。マブだから。絶対に。本当にみんなたくさん応援してくれたのに何の結果も残せなくてごめんなさい。本当にごめんなさい。反省してます。次はもっと頑張ります。泣いちゃってごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい。次の場所ではもっと必要とされるような人になれるように頑張ります。そう、前向きです。次はもっと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 頑張ります。ウェイ。次はもっと頑張っちゃうぞ。映画とか出ちゃうんだから。どうする？ 3 ヶ月後私が映画でさ、恋愛映画で何々くんとか言われて俳優さんに仮面なんとかされちゃってたらどうするのみんな。どうするの。抜擢されちゃって、まるまるキュン、いやとか言って、分かんないから、ないとかないから、ないとかないから、分かんないでしょ何も。
どんと床どんされてたらどうするの本当。ないだろって言うな。それはないって言うな。ないだろって言うな、ないだろって言うな、ないだろって言うな。全くないじゃねえよ。ないだろって言うな。あるよ、あるだろ。そうだよ、本当はもう出演が決まってるかもしれない、もう撮影しちゃってるかもしれない、ないですけど。全然ありますからね、可能性は。全然全然可能性ありますから。ないって言うな、ないって言うな。はい、そうですね。え、ミスごめんなさい、嘘見れなかった。実力ねえよ。でも本当に今実力ないので、もうそれはね、活動でね、本当にもう痛いほど分かったので、なんかね、ミソコメントして、え、ミソどれだろう、見てくれて、やばい。そうですね、ショールーム配信、そう迷ってますね、ちょっとちょっと今後の、まあでもね、入院中はちょっと暇かもしれない。あ、でも入院中はいろんな人がいるから配信できないか。そうですね、まあ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 、まあなんとか頑張っちゃいたいなって思います。私はね、本当にあの本当になんて言いましょうか、なんて言いますかね。ゆりさん、これ嘘、嘘嘘嘘嘘嘘、おみさん恩返しさせてくれるレベルでお世話になって、ありがとう。私も本当にミサがね、なんかね、本当にいてくれて話しやすいね、話しやすいっていうか仲いいメンバーがいてくれるだけで本当に心が安定しました。ちょっとキャラがおかしい。本当にありがとう。あとなんかあるかなー、言うこと。めっちゃ目でかくなったんだけどな、相手。そう、16、17の時はね、もちろん卒業決まってたので、あの、みんなに申し訳なかったですね、言えなくて。本当にごめんね。そう、面白キャラで行っちゃおうかなとか思ってたけどね、めっちゃ滑っちゃうし、いろんなところで。でも全然ダメすぎて申し訳なかったです。すいません。はい、いつ決めた。詳しいことは言えぬ。いつ決心したか。なんと言ったらいいのか分かんないです。うわ、
言い残したことなかった、言い残したことあったかしら、私言い残したことあったかな。でもまあそんな感じだと思います。うん、でもまた遊んですね、一から頑張って、卒業して一から頑張って、まあね、昔の私に戻るわけですよ。もう本当に AKB というね環境は、なんて言うんだろう、天国のような場所で、このままずっと甘えちゃいたいなって気持ちにすごいね、なんて言うんだろう、あのまああの言うたらですね、あの木に蜜がたくさんある部分ってあるじゃないですか、カブトムシが大好きな、まあ、ああいう場所にいたわけですよ。もうずっとその木をペロペロ捨ていたいというね、いうようなすごくいい環境なんですけど、なん伝わってる？そういうね環境なんです、私にとっては。そうで、外の世界が厳しいことももう 5000% 分かってるし、ずっとそのね甘い蜜の木をペロペロ捨てたいんですけど、甘い蜜のね木をペロペロ捨てたいんですけど、でも、まあ、私はねもう22になるし、2年9ヶ月もペロペロさせていただいたので、そろそろね昔の自分に戻って、茨の道に進んでいきたいと思います。そう、きっと私は愚かな人間なので、夢だけ受かったとか、もっと AKB にいたらなとか、そんなことを考えちゃうような弱い女なんですけども、なので今年の目標は、後ろを振り向かず前に進むっていうのを目標に頑張っていきたいと思います。まあね、ほんと昔の自分に戻るだけなので、またどこかでね拾っていただけるようなに毎日頑張っていきたいと思います。前しか向かねえよ、ほんとに。マブですよ、みんなとは。なんかありますか？私は多分言いたいことは終わったかな。うん、さっきからねメンバーさんからポン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  LINE がいただけてすごく嬉しい。私そういう存在に慣れてたのかな。そうですね、まあアイドルもね、まだまだ、まあ、私は多分一番歌とダンスが好きなのでアイドルしたいなって気持ちもあるんですけど、まあ、まあ年齢的に考えて、まあ、女優業なのかなとは思ってますね。アイドルしたいけどね、どうだろう、わかんない。その他の方は関係なくて、私がってことだから、私がってことだからさ。
そう、他の人は関係ないんです。なんか伝わらないかな。伝わらないかな。私がってことです。アリちゃんの中では22歳で卒業は規定路線。まあいろいろあるっすよ。まで2月末までですね。まあこれからもね SNS 活動を続けますし、まあ、女優業になると思います。女優業を続けていくので、よかったらこれからも、みんなまぶちゃん、まぶちゃんまぶちゃんみんなだからこれからもね、たまにはね気にかけてやってください、私のこと。ずっと友達でいいよ。マブちゃんということで、マブだよ。まあね、あいつアイドル時代は全く売れてなかったけど、なんか女優で売れたよなってみんなに言わせるので、こんなこと言ってフラグ回収できなかったらもう泣いちゃうんだけど。なん、はい、そんな感じで、いや絶対ね、次こそは活躍してる姿を見せます。なので待っててください。もっと可愛く待っててください。そう、超有名女優になってみんなにマウント取らせてあげるから、待っててください。次はない、言うな、夢がないぞ。そんな感じですね。そう、マウントの取り方考えといて。そうね、まず腰の骨が割れてるのをくっつけちゃってん、くっつけちゃってからの、まあピンピン受けるようになりまして、たくさんオーディションまた受けて、たくさんオーディション受けたい、受ける昔のようにまあなるんだろうな。まあ慣れっこ、夢を追うことはね慣れてるので、そう、夢を追うことはねめちゃくちゃ慣れてるので、もう一回昔のね愛理ちゃんに戻っちゃいたいなと思います。あ、ゴークもいつでも受け付けてます。ゴークもいつでも受け付けてます。それではそろそろね、話しすぎちゃった。もっとね短くスパッとかっこよくシャキーンってね終わらせるつもりだったんですけどね。
話しすぎちゃいましたんこぶ話しすぎちゃいましたんこぶの出っ張りがすごいもう寺門つーちゃんみたいなアイドルやりたかったな。ちょっと私寺門つーちゃんみたいなアイドル目指してソロデビューしてかな。ちょめちょめってちょっと記者の人たち呼び戻さなきゃ締めたから。それではそろそろリスアイリの記者会見を終わりたいと思います。本当にこの度は申し訳ありませんでしたあ、いつか有名になってあの悪いことして記者会見しますね。今は悪いことしても記者会見もできないから、いつか有名になって記者会見します。ルンさんから悪いことで記者会見すなってきたんだけど、トニー賞受賞のリセアリさんです。この度は日戦カーニバルというミュージカルでトニー賞を受賞しました、日戦アリです。はい、ということでね、以上リスアリでしたまたね、卒業までね、もうたくさんショールームしたいなと思ってるので、そこでね、ゆっくりみんなと話し合いたいと思います。愛してるぜわり長い、それな、もう終わるわ、バイバイ長かったね、長かった。ちょっと私もうちょっとあのスパッと綺麗な卒業発表を求めてたんだけど、ちょっとあの感情ブレブレの泣いちゃったり笑っちゃったりいろいろしちゃいました、ごめんなちゃい、ということでじゃあバイバイ。すっきりした、やりたいことめっちゃやったわ、やりたいことやりすぎた。エゴサしないようにね。あ、そんなやばいこと書かれてる。え、泣いた泣いた、最後まで悪口言われるの泣いた。ということでまたショールームします。ランキング読んだ方がいいっすかね、どう思いますかいや、今回はここでさらっと終わらせていただきます。読んだら泣いちゃうと思いますね。皆さん、こんな私節目なんかにの卒業発表に対してこんなにタワーを投げてくださって本当に申し訳ないです。タワーくらい読んであげる、わかった、そうだよね。どうしたらいい、じゃあスクショし、スクショして後日紙に書きます。誰かスクショしてくれないか、ボソ。どうちたらいい、どうちたらいい、どうちたらいい、どうちたらいい。18位から読んだらタワー、
いいこと教えてくださいました。ありがとう。ありがとう。してあげる。あもーちゃんありがとう。ランキングをスクショしたのでまた後日話します。本当にね、この私を応援してくれて本当にありがとうございました。残り1ヶ月間ですが、皆さんと一緒に最後までこんな感じで笑って笑い合っていけたらいいなと思います。ピース。お疲れ。ライスは腹心漬け必須。これからも応援してくれネクロマンサーちょめちょめバイバイ。泣くなよみんな、笑えよ。会えないことはないから。まあアイドルアイリちゃんではないかもしれないけど、会えないことはないからな。泣くなよ、笑えよ、ちゃんと寝ろよ、ちゃんとトイレも行けよ、ちゃんと出せよ、バイバイ。泣くな泣くな、バイバイ。泣かないで、ちゃんとトイレ行って、泣かないでね。泣かないの、泣かないって約束っちよ。バイバーイ。ごめんな、バイバイ。バイバイ。切るね、そろそろ。本当にバイバイ。お風呂入る、お風呂入りなさい。